東京の豊洲市場で初めてのマグロの初競りが行われ、青森県大間産の本マグロが史上最高値の3億3360万円で競り落とされました。史上最高値がつきました。今回の豊洲市場の初競りで3億3000万円の値段がついたということです。午前5時過ぎから始まった初競りでは、青森県大間産の278キロの本マグロが1キロ当たり120万円、史上最高の3億3360万円で競り落とされました。ここも張り手もすごかったね、そこまで競りだからね、あまりちょっと高すぎちゃったね。これまでの最高値は2013年に清村が競り落とした1億5540万円でしたが、その2倍以上の値がつきました。